ユーゴスラビアのミレーナ・レリン、1966年の10月15日生まれ、今年ちょうど20歳です。1m61cm、45kg、昨日の個人総合では3位につけました。この人もこれから注目される一人ですね。そうですね、もう総合でもパノバ、ドルチニーナ、このミレーナと3人はマークされてましたからね、その通りの成果が出てよかったと思いますよ。昨日の持ち点が 9.725、 高い持ち点です。日本に来たときは綺麗な可愛い選手というだけでしたけども、すでにこう技がこなされてきてますからね。4年前の第1回のワールドカップでデビューをいたしました、このミレーナ・レリン。まあ、言ってみればエレガント派の代表。そうですね。レリンの特徴っていうのは一言で言いますと、やはり一つずつの動きの中の美しさだと思うんですけども、それがこの頃はちょっと張りが出てきましたね。滑らかな優雅なというよりも張りのある美しさに変わってきてますから、やはり本物じゃないでしょうか。見せかけではないというですね。特にこの棍棒なんかはどうしても優雅という感じは難しいですけどね。はい、体操の種目の中では唯一手具が2つに分かれています、この棍棒クラブ。レリンの演技が終了しました。前は後方回帰ずっと後屈してね、棍棒正円風車で終わってたんですけど、全然もう構成も変わりましたね。特にまあソウルを控えているだけに各局の選手の目の色が違います。本当にオリンピックだというのが目に見えるようですね。そうですね。なお、発表並びに抽選会は帯状布の競技終了後に行いますので、判定を。ああ、9.775 という高い得点が出ました。これでレリンは合計しますと 19.500。 しかし何といってもパノマがね、20点満点ですからね。